歌歌ってもらおうかな。Thank you.
じゃない動きでサンタだぜ。あ、そうです。今日物販もありますね、皆さんね。漏れなくお買い上げになって、こっち寄ってからあっちということで、ね、ぜひお願いします。え、ケンちゃんの新婦もあるでしょ。ケンちゃんの新婦。そうだよね。そうそう、ケンちゃん、あ、いや。なんか一生懸命言おうと思ったらすごくこれ言ったら変だなと思ったんで、あとで言うんでしょ。あとだったらもうドタクサに間に合ったらいいです。あとでぜひ聞きたいな。西尾さんにあのNHK で歌を作って歌ってもらったんですよね、はい。ベースがバッタさんでしたね、これ。ベースバッタさんだったんですよ。これそうだったっけ。確か。キリンの母さん。うん。本当。それがまたなんか、そのこのキリンの母さんって言うんですけど、キリンのお母さんですね、簡単に言えば。お父さんが、お父さんの、言うところのお母さんが、キリンっていうことで。それで、これはこの詩を書いた人は別に僕がいつも仕事をしている人ではなかったんですけど、変な詩だなっていうか面白いっていうか、そういえばそうだっていうか、まあ当たり前だなとか、まあよくね、分からないとか。でもよくこんないいメロディーが、まあ、よく分かんないじゃなくて、よく分かりすぎて、あ、そうかっていう、これ聞いた人はどうに思うんだろうと思って。それは永遠にわからないことですよね。作った人には。作ったから。これだけ上野動物園に行ってキリンを見てきてもわかんないだろうな。